トラウムライゼは、長野県上田市にある映画館。1921年に、上田電機館として開館し、後に、上田東映電機館、上田電機館に改称したが、2011年に閉館した。2020年に、トラウムライゼと改名し、コミュニティシネマとして、再開館した。一時閉館した2011年時点では、上田電機館愛が100席。 上田電機館2が80席だった。上田の映画館は1917年会館の上田劇場が最初であり、1919年会館の上田演芸館に続いて、1921年に上田電機館が開館した。これらは当時の地方都市には珍しい鉄筋コンクリート作りの洋式映画常設館であり、数多くの映画ファンが上田に生まれた。 火災で二度建て替えている。かつては国鉄上田駅前にあり、主に小畜の作品を上映していた。全進館に建て替える際に、上田市中央1から6から13の現在位置に移転し、上田東映電機館として、東映作品の上映館となった。全国の映画館数がピークを迎えた1960年、上田市には7館の映画館があった。1998年には、 原稿館に建て替え、単独館からにスクリーンに増やした。港町キネマ通りに掲載された2009年時点では103席と82席だった。原稿館は、鉄筋コンクリート作りであり、OM ソーラーシステムを導入した省エネ型の映画館である。曲面を生かした斬新なデザインであり、上田市都市系鑑賞を受賞している。ツタが絡まる、打ち放しコンクリートの外観が、 印象的であり、映画館というよりも小さな美術館に見えるとされる。2009年に公開されたサマーウォーズが上田市が舞台となっており、全国各地から観客が集まった。インド映画の上映時に近くのインド料理店とタイアップして、インドの飲食物や雑貨を販売したこともあった。客層の主流は年配者であり、学生は減少傾向にあった。 2009年時点で、上田市の映画館は、上田電機館と上田演劇の2館のみであった。2011年4月21日には、アリオ上電に東方シネマズ上田が開館したことから、運営元のセムコーポレーションは、上田電機館と上田演劇の定期上映を終了した。上田演劇は、舞台があることから劇場などに転用できたが、映画専用館の電機館は、 存続が見通せず、土地と建物の売却先を探していた。その後、上田英劇が2017年より定期上映を再開。2020年には運営者の NPO 法人、上田英劇が空調設備工事や劇場改装のため施設を臨時休館し、近隣の上田電機館の設備を利用して営業することとなり、トラウムライゼと解明して約9年ぶりに復活した。 以降、上田演劇とトラウムライゼの2巻で定期上映が行われている。旧電気館では2スクリーンを持つ映画館であったが、再開館後は1スクリーンのみを利用している。ありがとうございます。